はい、今日はこれです。窓の外にですね、この上方向のここですね、まあ、夏場だったら日差しよけということなんですが、要するに録画する時の動画用の目隠しですね、背景に使うものを購入してきました。これをつけるにあたって決死の覚悟で、脚立に乗って窓の外に出ます。さあ生きて帰れるでしょうか。ポンちゃん応援してくださいね。そしてポンちゃん、ここ窓開けるけどここから出ないでね。頼みますよ。ポンちゃん、ポンちゃん行くよ。そこポンちゃん、ちょっとどいてください。せっかく池かけて。落として。これ、バラバラになってたね。うん。あ、こうこうこう。キーボードを置きに置きます。あ、命がけです。はい、あ、手全然届かない。やばいね。これはすごいことになってるな。あれ、なんか引っかかった。よいしょ。あ、待って、ここに。あ、やばいよ。こうこうこう。やめて、落ちないでね。どうすればいい？何を持ってればいい？脚立全然意味ないね。そうだね。肩が、あ、なんか引っかかった。この手すりのところにかかるぐらい。あれ、どこ？あ、少しここにかかったと思うので、ここはもう関係ない。ここぐらいかな。これ、ちょっとこれどこそうか。これが邪魔だね。
の時とか飛んでかないようにしないとね、うん、よいしょ、こんな感じ。このような形でですね、上から垂らしました。まだちょっともうちょっと上だったかな、上に少し隙間があるけど、ここにですね、建物があって、これを隠したいのですが、この辺ちょっとまだ隙間が目立つので、もう少し、別のものを買い足してここを埋めようと思います。でないとちょっとね、見えちゃうかな。そしてこちらから撮った時にこの山々と、雰囲気が合うと良いかなと。ポンちゃん来たね。はい、ポンちゃん。じゃあもう一回ここに花を置きましょう。はい、ここでしょう、やっぱりね。この雪みたいなマークは何？それはフィックス、あの絞りを固定するときなんです。その話はちょっと今ごめんなさい。よいしょ、ポンちゃん全然逃げないね。あ、逃げちゃった。ママが本当に逃げるのか。できたらまた来てね、ポンちゃん。はい、ポンちゃんのためにお花生けてるんだよ。ジャンプが可愛く見えるからね。これがね、扱いにくいんで、いつもこれを入れると他がバラバラってなるのね。なんかこう、いい感じに、こう立ち上がらないしね。で、そのあれ、ちょっと気に入ってるんだよね、うん、その花。うまく間に挟まれば、いい感じになるんだけど。こ、うん、のさ、下のさ、お、取った。あ、取った。よし、これもう触らないで。曲がってるとこ切ろっかって言おうとしたら、さっき。うん、オーソドックスね。こいつだけ派手ね。それがあるとなんかちょっと夏みたいかな。ちょっとね、うん、全体とは違うけど、まあいいでしょう、もう少し買い足したら、うん、ということでこんな感じです。今日のお花第2弾です。そして、上はちょっと寂しいけどこんな感じで、ここにキノコ入れとこうかな。ああ、いいね。そろそろ赤いものが増えていきますよ。